はいどうも、魚ダブルスニッキです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、どこですか、ここ。ここはですね、はい、どこですかということで、まあ、ぬいちゃんこさんに、入っていただいてるんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。今回なんですけども、ドアインドアステージ宝塚校さん、はい、との対抗戦ということで。そうですね、絶対に僕ら負けたらダメな試合ですよね。そうですですよね。負けられない、負けられない戦いがここにある。あとちょっとナビがね今ナビがちょっとすいません、ちょっとストップ、ちょっと待ってね。ありがとうございますっていうね、茶番も入れながらということで、僕らがですね、ダブルス1に出るのと、はい、シングルスも僕、するんですけども、日本一テニスチャンネルさんともコラボしてるので、一緒にチームになってるって形ですね。ダブルスとシングルスで団体戦をしようっていうことなんですけども、ヌイさん、噂に聞くと、はい、女子プロとやるみたいで。そうです。勝てるんですか。何を言うてはるんですか誰を言うてるんですか。そうです、ね、僕のことを。そんなチャンネル登録者100とか200とかのレベルじゃないんですよ、はいはい、そうですよね。いわば戦闘力みたいなもんですから。ってことは僕2万あるんですか。そうです。ありがとうございます。ただ僕は6万と思います。6万で戦闘力的には、はい、まあ、一番高いかなと思います、はい、ぜひ、最後までご覧ください。この動画が、ね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら見ていきましょう、本編スタート。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしたらね、試合の方を見ていきたいなと思っております。で、まあ対戦相手なんですけども、ノア宝塚校様からですね、神谷コーチと藤田コーチのこの2人になるんですけども、すごくですね、あのプレーとしてはすっごい若さあふれるプレーが持ち味なのかなと思っております。でですね、ビジネスパルでね、今年優勝したみたいで、かなりあのドグダケドとヌイサンボさんはね、であのかなり気合入っておりますのでね、ぜひ最後までご視聴ください。そしたらね、今から試合をスタートしていくんですけども、ファーストゲーム神谷コーチからサーブスタートいきます。ちょっと1ポイント目、皆さん要注目でお願いします。さあ行きましょう。さあヌイさん、しっかりとクロスに打ったんですが、早速ストレート抜かれていく。ちょっとリプレイしてみましょうか。これね、ドグダケドの感情をちょっとね、教えていきたいと思うんですけども、まあ、ヌイサンプさんがリターンして、これね、僕の中ではストレート誘ったつもりだったんですよ。まあ、対戦相手2人がまだ僕らもかなり若い子なので、絶対ストレートアタックしてくるんだろうなっていう気持ちがあったので、誘っていくような意識はあったんですね。ですがかなりの高スピンで外からこう巻いてくるような軌道だったので、どうしてもこうドグダケドも手をこう引いてしまったような形になります。いいプレーですね。さあドグダケドちょっとリターンをイージーミスしてしまって 15-40。さあここで頼れる男、さすがヌイサンポさん、もうストレートしっかりと抜きに行きましたね。少し前の、藤田コーチはちょっと反応が大きく出すぎたかなっていう印象があります。さあここちょっとリプレイお願いします。さあここでですね、ドグダケドとヌイサンポさんの、いいところというか、勝ちやすい理由なんですけども、まあドグダケドリターンダッシュをして、この瞬間からもうドグダケドの方が前にいてるんですね。で、ほんならヌイサンポさんの方に返したらいいやんっていうところなんですけども、ヌイサンポさんの方に返すとやっぱね、しっかりとミスせずブロックしたりとか返す能力すごい高い方なので、なのでどっちに打っても決められるし返ってくるしっていう、ような印象が多分対戦相手あるのかなと思います。さあヌイサンポさんお決まりで、ドグダケドとね組むと先にサーブをしてもらうんですけども、まあその中で今は、これがジャストアウトで40ラブと。さあしっかりとここはもう仕留めていきたいところ、しっかり足元来て返していく。さあドグダケド足元返していく、このねポイントめちゃめちゃいい場面しかないので、ちょっとリプレイやっていきましょう。ごめんなさい、ちょっとねリプレイ多いですが、皆さんねそこら辺はもうしっかりと学んでいってください。しっかり足元ついてくる。さあここら辺がね、対戦相手が前に来たんですけども、ドグダケドとヌイサンポさんの強みですよね。しっかりと壁になれる、ここはいいです。でここに対してですね、ヌイさんがねしっかりとスマッシュを打ってくれて、ならそうするとですね、ドグダケドがね下がらなく済むんですね。あれがもし落としてしまっていたら、ヌイサンポさんは落としたらドグダケドもスッと後ろに下がって2バックになったので、攻めるきっかけはなかったのかなと思います。
さあ、対戦相手の藤田浩司なんですけども左利きで、まあ、回転系でこう仕掛けてくるような形で、でまあ配球力はかなり高い選手なのかなと思うんですけども、やっぱね独特だけどね、この試合、ほとんど返せなかったかなっていう印象がねあるんですが、あの左利きだからって別に、ね、普段左利きのサーブが苦手なんじゃなくて、多分このコートサーフェイスとあってこう横回転系がですねバックサイドっていうのめちゃめちゃずれるんですよね。なので修正がなかなかできなかったような印象があります。さあドクダケとサーブでヌイサンボさんボレーしっかりと決めてくれて15ラブと。さあこの日ですね、ドクダケとはサーブの調子がいい、この日というか最近ね、あのドクダケとめちゃめちゃサーブの調子がいいので、ファーストサーブの確率が多分7、8割ぐらいあるんじゃないかなと思います。ね、しっかりとコース取りもできているので、対戦相手からしたら結構返しづらいところですね。返したところにヌイサンボさんが巻いてくれてるんで、相手からしたら苦しいのかなと思います。さあここで一巡して 3-1なんですけども、神谷コーチ今ねサーブを打って、今ストローク、あースマッシュ打ったんですけども、この今サーブ打ってる方、あごめんなさい、ちょっと先リプレイ見ましょうかこれ道具だけどね、いい返ししたなと思います。さあこの瞬間ヌイサンポさん下がったのを見て、逆に道具だけど前に入っていく、これね何をしたのかと言いますと、対戦相手に打つ場所絞ってねっていう印象を与えたような形です。あのどっちみちチャンスボールにはなるので、まあ決められても仕方がないかなっていう印象なんですけども、そこの中でも縛りをつけていくっていうのはすごく大事なのかなと思います。でですね、神谷コーチなんですけども、やっぱねサーブストローク全部含めて回転系がすごくいいショットを持ってるんですね。なので結構ショット的には重さを感じたんですが、このタイプ的なところでいきますと、ここのカーペットコートなんですが、縦回転系の、ボールは結構ね返しやすかったんですよ。なのでサーブねすごくいいサーブ持ってるんですけど、僕らからすると結構神谷コーチ、今言ったらあの白の帽子ですね、手前白の帽子かぶってる方なんですけども、すっごいいいショット打つんですが、結構どっちかでは返しやすかったなっていう印象があります。さあここはしっかりヌイサンポさんがセンター決めてくれるっていうことはですね、しっかりとサイド系、まあいわゆるスライス回転をしっかりとうまく使っていくっていうのがやっぱ大事なのかなと思います。さあドクター巨頭ヌイサンポさんから 5-1、 さあここはドクター巨頭がいいプレッシャーで自己満入ります。はい、ということでヌイサンポさんがリターン打つ、ここで神谷コーチいい飛び出しだけども、あの飛び出し方をするとね角度取れないですね。でここをドクター巨頭が一人で戦うと、まあやっぱ多分対戦相手はですね、藤田コーチは走っていってドクター巨頭がストレート動いているっていう多分印象があったんだと思います。いわゆるフェイントを僕はかけたので、多分それに引っかかったような形ですね。さあ 30-15 なんですが、ここをしっかりリターンね入れていきたいところなんですが、どうしても抑えが効かなかった。さあ 30 オール、コース取りがねやっぱ上手いですね。ここちょっとリプレイ見てほしいんですけども、やっぱワイドをうまく使ったりとかしているので、ここの回転かけてセンターにこう引っ掛けるっていうのはすごく僕らからすると結構くる、あれ真ん中にねリターンいっちゃうんですよね。なのでまああそこをしっかりと僕らを引きつけて捉えるってことができればね、しっかりクロスに返せたりするのかなと思います。さあ 5-2 ドクター巨頭サーブ、もう基本的には基本形としては僕らはもうこのゲームを取るっていうイメージなんですけども、ここもねちょっとテクニック1個入ったんでリプレイしてみましょう。すごい単純、意外とね難しいことなんですが、ヌイサンポさんのロブ上がる、ここスマッシュを打つ、対戦相手2つ2バックしてる、さあドクター巨頭が打点落ちた瞬間ね2人とも前に走ってきたんですね。なので僕はあえてロング系に返していきました。ねここはねやっぱ状況判断能力とやっぱ見るという能力がすごく大事になってきますね。さあ、15オール、ドクター巨頭サーブ、いいボディサーブ入れたファーストボレー、ここのポイント皆さんもうね僕らの強さですよ。ここはほんまに壁になりましたよ。なのでちょっとリプレイ見てみましょうか。ドクター巨頭サーブちょっと甘かったけども、なんで対戦相手クロス打つ、ここをしっかりとファーストボレー入れていく、しっかりドクター巨頭とヌイサンポさんスプリット合わせていく、合ってますよね。でここに対して相手が打ってきたのを面をしっかりブロックしてミスをしないように浮かさないように打っていく、でこれがジャストアウトでポイントと。やっぱねこういう風にブロックをうまく使っていくっていうのはすごく大事で、それにプラスアルファコントロールができればね、あえてポイントは稼げるのかなと思います。さあ 40-50 マッチポイント、最後のサーブはワイドでフィニッシュと。
はい、ありがとうございました。ということでですね、今からエンディングドクタケゾウとぬいさんぽさんで喋りますので、ぜひご覧ください。さあ、ということでダブルス終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか試合の内容としては僕の印象ですよ、はい、僕サーブとボレーしかやってないなっていう印象がありました。僕もどっちか言うたら、はい、サーブとリターンしかやってないなっていう、はい、なんですけど、やっぱり試合で勝つにはやっぱ何が必要かって、やっぱ1本入れるか入れないかっていうところだと、ね、はい、やっぱり思います。あとはやっぱファーストタッチなのかなっていうのが今回の試合はかなり響いたと思います。今日僕らファーストタッチのミスが結構少なかったよね、はい、少なかったと思います、うん、はい、もうこの絶対ぬいさんのおかげなんです。いやもうキョトさんのおかげまたこのくだりということでね、試合に勝ったということなんですけども、次はね、今からシングルスを、はい、あるんですけども、僕はシングルス2に出る、はい、ぬいさんさんは、シングルス1に出るということなので、はい、ぜひ応援の方お願いします。この動画がね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、もう早々時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。その痛みはなんだ、その思いはなんだ、その日はなんだ、現実がむしゃらら。数えたいつの間にか。